どうも皆さん、おはこんばんにちは。おっとじゃったっす。シリアンさん、続きをプレイしていきたいと思います。いい感じだ。16しかないだろ。ここら辺破壊してさ。お金出ねえかな。ああ、もうこいつ、いちいち怒るからな。出ないね。行くぜ。爆発タイプじゃねえな。回復して。ほっ。な、ほっ、やだ、あー体力回復、なんかアイテム出ねえかな、出ねえな。あれはなんだ、味方なのか敵なのか。グリーティングス、ドクター、なんだ、サイエンティス、ん、サイエンティフィック、ローカルウェポナリー、なぜ私だ。こいつ自身は殺すことが嫌いなのか。チャレンジを受けたっぽいね。こっち来るんじゃねえ。余裕でーす。そこ、アップ、鍵出ないかな、もっと出た。言った方がいいのかな。よし、5発ぐらい残して、あー、ごめんよー、あと1つ足りねえわ。横から破壊して入れねえかな。無理ですわ。回復に余裕あり。我が前に敵なし。金をしっかり拾おう。今回はどちらかというとこの次のステージなんだよな、強いし、ただボスが強化されてるからそれだけ気をつけねえと。危なっ。お金をしっかり拾って、爆発してくれ。2つぐらい開けるか。ダメージアップ、ダメージアップ、でぶっ壊す。何も出ねえか。入った、さあ弾が出やすくなるぞ。鍵出んじゃない？出なさそう。ロケットランチャーが相性最強だったはず。強くなってる？めっちゃ回復出るじゃん、最高。終わった。
早くねえか。よよ。Could be more fantastic. ちょっと危なかった。何を売ってるんだい？スピードアップ。ダメージングウェーブ。ああ、爆発のダメージさらに上げよう。またこれかな。波動が出んのかな。何なんだろうな。俺今、そのアイテムが出るのを持ってないのだね、これ。さあ、ブームが2つですから。これはすげえ威力出るぞ。幽霊は勘弁してくれ。シールドゲット。もうこのロケランがある限り私に敵いねえな。金だ、よし。おう、なんだ。なんだ、友達になれないみたいな感じでどっか行っちゃったけど、何だったんだ。 I'm so dreamy, you can die. いてえよな。よし、体力いっぱいゲットできるぜ。あ、爆風で幽霊倒すことはできんのね。爆風か。唯一倒す方法はむしろね。おっ。I'm gonna teach mental to mind his mess. オープン。体力増える。お金があるから回すと。は、鍵ゲットをもう一回開ける。お金もらえる。そして回す。シールドゲット。お金がある限り回す。いいぞ。なんだ。あ、爆弾2つゲットだ。まあ、まだ使わなくていいね。ここぞという時に。お、また2つゲットだな。こいつはいいぞ。よし。あれ、いつも俺こんなもん持ってんの。危ない。鍵2つも出た。さあ行こうか。あいつだよな。何がいいんだろう。まだか。よし、全員倒した。ドーン。敵が出てきたけど、倒しゅう。ダメージが上がっている。どうよ。敵ではないわ。さあ行くぞ。鍵があって横から入れるけど、爆風でぶっ飛ばしちまうかもしれねえ。ここら辺かな。うまい。さあ、弾落としやすくなったな。
鍵ねえかな。なさそう。えい、ここらへんないね。そろそろか。このまま打ち続けた方が良さそうだね。よし、倒した火力こそ正義、我の勝利。やった、ただいま。余裕だったぜ。なんだこのバナナ。あー、メンタルアズユコールヒム。これはループではない。ただいま。鍵いっぱい持ってこなきゃダメなんだな、やっぱな。まだ開けてないものがたくさんあるからさ、ループするしかねえんだ。まあ余裕だけどよ。はい、ここでアンロックするものはもうない的な感じだとは思うんだけど。インタラクトしても何もないんだよな。よー、ごめんね。強すぎる。ごめんごめんごめん。206あるから。そうだな、爆弾に1個。片方吹っ飛んじまったぜ。飛びなー。いやー、稼げるぞ。問題なーし。すごい、いつの間にか爽快気味になってきてるな。いかねー。これぞシリアーサムみたいな感じだけどね。やっちゃったー。いってー、まあでも回復できるからいいや。体力を渡して手に入れるものは、体力低くなってきた弾弾くやつゲットしとっかな。なんか盾ついてねえか。盾、オスが強い。だが一体倒して終わりー。鍵持ってかなきゃか。ここに4つあんのか、鍵が。ダメージを食らうか。376、これだな。チェスト破壊したら 25% でアイテム出る。体力アップ。出たー。早速出たな。鍵と甘買って、
ありがとう。2。なんだこいつ、目玉らしい。カーストって書いてるから。やあよ、目玉大きい。またチャレンジですね。今の回復取っときたかった。そこ、さあ余裕でございます。ごめんよ、3つない。永久に助けられねえな、あいつ。さあ、で、壁を破壊。飛び上がれ。そこだ。ああでもやっぱマグネティック取って、いやでもちげえな。ここ武器、クロスボウ、クロスボウ、なにこれ、ブーメランガンか。いやーいらねえな、すごい強いのかもしれないけど。ここのボスはこれでいいんだよな。9発あるし。さあさようならだ。最強だぜ。もっと鍵落としてほしい、ボスは。いや何なんだろうな、この位置ってのは。Let's get fantastic。開けたくなっちゃうよね。バディで来い。弾を落とす。弾もっともらえる。回復落ちる。困ってないんだよな。で、鍵持って帰んなきゃいけねえから。壊すか。出ない。敵が出た。ちょっと待って、ごめん、長弾してるだけだから。弾もっと出るだな。終わり。危ない。鍵ゲットー。食らってもすぐ回復できるかな。まあ今でもアーマーが削れちゃったけどね。そんなもんかな。あー片方はダメージか。フリーズガン撃ってる。でももうロケットでいい。え？バウンサーレベル3。今のはコイン使ったね。コイン使ったな。バウンサーレベル3。バウンシングするね。
ロケランでゴー。倒して倒しました。危なっ。そこ終わり。あーどうしようかな。鍵は持って帰りたいから。オッケー。ダメージアップ。罠破壊して。265体力あるから、あー爆発範囲がデカナール。これどうなんだろうな。自分も吹っ飛びそうだぜ。でも使ってみようか。200は持っとこうね、体力ね。でかくなったね。さあ行くぞ。幽霊ものとも吹っ飛びやがれ。弾ゲットー。いいね、発掘しやすくなったな。ロケランでしょう。何かが奥で待っていてくれる。あ、お前か。大丈夫。出た、シールド。さあ、ボス出ましたよ。倒しましたー。さあ3つ今回持っておりますけども、これでどう？鍵持ってきました。あ、新しい武器がアンロックされたね。あ、そのキーとは違うの？持ってきた鍵とは関係ないみたい。一つ持ってきたみたいだな。Can't be worse than Oslo. 何度でも繰り返す。ちょっともうやられるわけにいかない。これやられたら終わりっすね。やられたらもうちょっと俺の心が終わりだから。あ、爆発範囲広がってるな。スピードアップ。体力は大丈夫でしょう。ダメージウェーブにしといて、ぶっ飛ばせー。移動超速くなったな。ちょっと怖いな、逆に。決まり。さあ、爆弾ゲット。もうめっちゃ持ってるけどな。ショットガン、エレクトリック、バウンサー、ショットガン。どうしようかな。買ってみよう。めっちゃ持ってる。強いかな。あ、まあ強いには強いな。まあ、俺自身の火力が上がってるのもあるけど。いた。
ダメージ食らっちまったぜ。ゲット。結果今もう回復でいいっていう。回復でいいっていうかロケランでいいよね。ロデオまず一体余裕だぜ。あ、鍵ゲットしたっぽいな。まあ基本はループしとけよ、良さそうだね。 I love the smell of garbage in the morning. 324爆風ダメージ下げといた方がいいな、これ自分ので吹っ飛んじまう。で、あとはあとは大丈夫か。お金ゲット。開けられるシールド。ダメージどうせ、あー、アーマーの方からやってくの。ちょっとやっちゃったよね。あ、でもこんぐらいか。さあ回復しよう。もう全開できるからな。またお前か。倒しまして、避けられた。あぶ、あぶね。さあ痛いけど痛くない、そして助けられない。回復させてもらうぜ。ということでシリアスサムへエンドでございます基本的には多分ループして鍵を集めることで新しい武器が解除されつつ次のステージに進めるようになっていくと思うんですけどね。やっぱりあれか、その場外に出てくるモンスターみたいなのに食われたら一撃か。いやー、食われたことなかったから分かんなかったけど、まさか一撃とはね。あっけない終わり方。まあこれもローグライクですからね。またちょっとプレイヤーゲインすると、はい、ありがとうございます。最初からという形でね。うわー、ボンミスしたはい、ところで次回また違うゲームでお会いしましょう。やっぱこういうゲームやって楽しいですね。私大好きです。またローグライク系やっていきたいと思います。お楽しみに。ほんじゃ、またな。